んで？ちょっと挨拶しようか。え、一緒でしょ？あ、この人？誰？Thank you.
お前どこだ。はい、じゃあ、絞り方の説明なんですか。僕が使ってる絞り方は、まあ、柔道のこの3番の右で、手繰り寄せるっていうのは、強くね、こうやってできる人がいると思ってます。こうやって遊びが、ね、できたので、これをしっかり手繰り寄せてきて、遊びをなくす。そしたら、ね、ここをしっかり絞る、これが絞るっていう動作なんですけど、小指が一番力入るので、小指からしっかり握り、握り込む。わかるかい？これで無駄だときに、ね、切る必要ないですよ、そんなに、ね、なんでグッと絞り込むだけで、これでもかなりプレッシャーと圧が取られてそのうち下がってきます。お見事になってきます。そうすると相手は持ち帰ってきます。そこに入る。